はい、どうも皆さん、ミルジーでガイニーです。ということで、アセットコルサのコンペ、ブラパン GT 24時間耐久レースやっていきたいと思います。あのね、僕集中力がないので、多分スピンする可能性もあるし、まあうまく走れる可能性もありますんでね。まあフリープラクティスと予選を飛ばして、で最後尾からスタートして、でこの24時間と言いながら3時間のレースをね、どう耐えていくかが僕の鍵になっておりますんで、よろしくお願いします。そして、この3時間のうちにね、1時間ずつ、1時間といってもまあ30分くらいに切り詰めたものをね、動画にしていきたいなとか思ってるんで、よろしくお願いいたします。ではやっていきましょう。最悪です。最悪ですわ。スタート遅れました。さあここからオールジュ抜けて、さあ無理やり抜いていく。かなり抜けていけるか、抜けるか、かなり抜けるか、抜けるか、ダメか。でもここはやらせないよ、やらせない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 。ベントレ、ベントレ邪魔、ベントレ邪魔、ベントレ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 、あーい、あーん、まだ来るか。まだ来るの？やだよ。くそ、粘りやがる。さすがに諦めてくれたね。はい、さあここからガヤルド追いかけつつ、何番手まで連なってる、4個だから6番手ぐらいまで連なってるのか。ここ抜きを狙っていきたい。まずここはどんどんと抜かしていく。OK。 サイネンセクス早いぞ。あらららららら、ら、少しちょっと前が早い。
あーちょっと接触、ちょっと NSX が遅いみたいですね。はい、どいてと。アストンマーチン速い車なんですけど、なんでオーバーテイクしないのかちょっと分かんなかったですね。ここでローウェイが抜けると思いますが、さあスッと出て、まだ並んでる。しかしここはイン側をかぶせていく。さあ車が流れてしまいましたが、なんとかグラベルに走ってます。なんとかなってますが、3周目ひとまずローウェだけ抜いて、あとの、満体、ブラファロ、ブラファルか、ブラックファルコンは、抜けないということになるかな。ブラックファルコンで合ってるよね多分ね。あ、でもここで抜けるか、そんなことなかった。ピンとこの終了って出ますが、1周だけ走れます。1周だけね。2周目走った後アウトです。もうこれでペナルティを受けるのが嫌であれば入っちゃう。並べそう。ダメですね。なかなかやっぱワンツーは硬いですわ。張り合いがあります。なんとかなってますけど、一応ね、しんどいですよ。ここからですからね。また散った。
入りますね。じゃあ僕らも入っちゃいましょう。1回目のスティントが終わりました。さあ、トップです。不安です。後ろにはローウェイ。不安です。ゆっくり走ろう、ゆっくり。ゆっくり走れば、追いつかれても、全然問題ない。おぶね、おぶね。ああ、ドキッとした。ああ、ドキッとした、あぶねー。やべ、1秒もないじゃん。しかも1位じゃねえや、2番手がローメじゃなくてマンタイなんだよね。やべえ、こうワンスティント終わってから眠気がすごい。多分少しノイズ入ってるかもしれないですね。なんで、なんかボーって聞こえてたら、これ扇風機の音です。僕の、その、今実況してる部屋がですね、エアコンが効かないんです。以上です。寝てる部屋は前、寝てる部屋は効くんですよ。地獄のようです。これも一回だけ行っちゃいます。一回だけね。多分他の連中も一回来るとは思うんですが、来なかった。あ、やっぱローへ行きましたね。ピット終了、ピットインしてくださいって出たその周回数ですね、の時にピットに1回だけね、1回というか1周だけね入っちゃって大丈夫、入らなくて大丈夫なんですけど、2周目やっちゃうと、警告食らっておしまいな、ジエンドってなってしまうんでね。そこだけ気をつけながら、こう周回を重ねていくと、
ここでピットに入らないと、ペナルティになっちゃうのでね。はい、入りましょう。なんだろう、安心して走れねえよ。気が抜けないよね。こう気がね抜けるとミスを起こすんだけど、気が張りすぎてもミスを起こしちゃうから、今僕の気持ちとしてはどういう風にいけばいいのかなってちょっとね、困惑してます。本当にで、後ろ2分2秒台でこうついてくるね、911の、満タイポルシェいるんですけども、正直こいつから逃げ切れれば1はもらったもんだなってちょっと思うんですけど、今現在僕ちょっと眠いんですよね。えもう眠気がこうオンラインでね、こう眠気がある、うわすごい眠いよってなっちゃうのは危ないのであまりやらないんですけど、コンピューター相手でしかもその気の抜けないねトップを走っていると、まあ、トップじゃなくても気は抜けないのでね、なので眠気に勝つというところから始めていけば、ひとまず1時間は乗り切れるんじゃないかなと思ってます。まあ無駄な挑戦だと思いますけどね。まずあと25分ね、どうやって耐えていくか。まあでもここから多分ねスティント終了でーすって言われると思うんすよね。はい、分かる人には分かると思うんですけど、こういうリアルのゲームって気が抜けないんですよ。ちょっと本当に運転してるような感覚でいかないと全然応答していかない。むしろ僕このゲームはもう実写に似てる感覚でやってるんで、はい、もう本当に今眠いけど寝ちゃダメよっていうね奮闘してるんですよ。無駄ですよね、寝ろよって話なんです。まあそうなっちゃいますよ。まあお風呂湯船ザブーンって入っちゃえばね、もう目なんて覚めるもんなんですけどね。さあここで、僕はピットに入ります。入らせてください、お願いします。満タイがずっと1位なんですね。1位というか2位なんですね。ローウェイはそうですね、やっぱ抜かされてしまうんで、そこでピット入って抜かされちゃうので、そこでね
差がついてしまうのがローウェイ。しょうがないですね。実を言っちゃうと僕はですね、まあこのゲームとはちょっと違うお話をするんですけども、グランツーリスモの話をするとですね、先ほども集中の話をしましたけども、グランツーリスモやってる時僕集中してないです。はい、集中してしまうと喋らなくなってしまう。でもですね、なるべく集中しないように、走るようにしてるのは、集中して早く走るよりも、まあ、ちょっとでも喋って走れた方がまあいいじゃないですか。でもこのアセットコルサのこのコンペティチオーネに関してはこれ集中しないと全くもって走れないんですよ。じゃあなんでお前喋ってんだよ話になりますけどこう喋れるのは余裕を持ってる時だけですね。でもグランツーリスモの時って実は、まあ、集中しなくても全然いけちゃうんすよ。それはなんでかっていうと、ある程度慣れた感覚がそうさせてるんです。でもこのアセットコルサーはですね、感覚が全然違うね。でタイヤのグリップ度も違うから、どちらかというとこっちの方がグリップします。ある程度アセットコルサでもある程度こう走ったコースになれば全然もう喋ることは可能なんですよね。でも意外と外国のゲームとかって知らないコース、まあ僕の知らないコースが結構多いので、で実際にねこうあるサーキットでも全くもって走ったことがないコースは結構あるんですよ、ゲーム内でね。ある、なのでそれで喋らなくなってしまうっていうのはその前に予習復習しとけっていう話なんですけども、まあそれで予習復習してしまうと、まあ動画的にも面白く長くなってしまうで、まあコンピューターとやるから、まあ、予習復習しなくてもいいんですけど、予習復習というかね、予習をね、あ、ここがこうなるんやとかね。PVP だと、やはり何かしらこうね、コースとかブレーキングタイミングを知ってないと、まあ、事故ってしまうと。バトルした際にね、事故ってしまうと。いうことになってるので、まあその時だけには集中してます。はい。まあ皆さんなかなかねこういう感覚に陥ったことはないとは思います。人間ってでも集中すると口が開くんですよ。口が開くって言っても喋るわけではないですよ。
まあ、僕の場合は口開いてたら喋ってますけど、まあ、それがちょっとね、あの動画のね、要になってるものですから、実況って言ったらね、喋りが基本じゃないですか。まあ、プレイも大事だと思いますけど、プレイとね、映像とかが大事だと思うんですけど、それにプラス喋りがないとね、面白くないわけじゃないですか。で、今僕淡々とこうやって走ってますけどね、こう淡々と走ってますけど、でもね、こう淡々と走ってる人たちはね、なかなかいないんですよね。やっぱり一回、その、あーれーで、なかなかね、こういう喋りながら車を走らせるっていうね、意外とこれできないもんなんですよ。簡単そうに見えてね。意外と簡単じゃなくて、で、知らず知らずのうちに集中してるので全然喋れないんですよ。おっとで、おっととかは言えるんですけども、こういうネタのところとかね、全然喋れなかったりするんでね、こうもし実況するよってなったらね、こういう喋る練習をするとね、すごくいいと思います。まあ僕が言えたことではないんですけど、5分間くらいずっと喋ってたけど、さあ抜かれてしまいました。はい、アトピット組ですね。アトピット組に抜かされてしまいました。そうだよね、続々と抜かれちゃう。だいぶもう1時間経つんで、だいぶ皆さんというかね、コンピューターの、戦略が変わってきていると。なんでどんどん抜かれされてきますよね。万代ポルシェがそこにいるんで、もう近くにいますよね。もうマンタイ後ろにいますよね。まあ、ひとまずマンタイを前に出さなければ、まあ、実質1位みたいなものなので、だからこれはこれで問題ないかと思います。はい、でちょっと1時間過ぎちゃうとは思いますけどね、これだとね、もう一周行ってもよかったんですけども、ちょっと怖かったのでね、ピットに入りましたけど、で一番最初にこのアセットコルサのね、ピットから出てくる作業、まあ、ピットから出た作業だとすると、まあタイヤが冷えちゃってるので、どうタイヤを温めていくかっていうね、ところで、そういう仕事になってます。で、熱を入れすぎてしまうと逆にアンダーとかになってきちゃったりするんで、それだけはね、気をつけて走らないと、後々ね、こう追い上げていくとね、きついと思いますので、
よし、ちょうどいいですね。一旦ここで切りますね。